世界初のフェアトレードタウンである、イギリス連邦イングランド国北西イングランド地方、ランカシャー州にある、ワイア郡、ガースタン町カナダの町のバスコシア州、ウルフビルにある、フェアトレードタウン宣言フェアトレードタウンとは、発展途上国の原料や製品を適正な価格で、継続的に購入することを旨とした、公平貿易証明がなされた商品の利用を、促進しているとして、 厚生貿易証明団体から認定された都市である。厚生貿易証明団体には、イギリスにあるフェアトレード財団カナダのトランスフェア、カナダなどがある。また、フェアトレードタウンの概念を拡張した、フェアトレード市、フェアトレード村、フェアトレードゾーン、フェアトレードバーロー、フェアトレードアイランド、フェアトレードカントリー、フェアトレードユニバーシティなどの称号もある。このような団体の一部は、 英語版の記事を参照。世界で初めてのフェアトレードタウンは2001年のイギリスガースタンであった。これを推進したのはガースタン・オックスファムグループと地元のオックスファムサポーターであった。オックスファムとは世界の貧困に生きる人々がその貧困から抜け出せるよう支援することを目指した民間団体でその活動の一環として 先進国が発展途上国からの物資を不当に安く手に入れることがないことを目指している。この理念はガースタン市民に受け入れられ、ガースタンでは厚生貿易マークの使用を認められた商品の割合が70%を突破。フェアトレード製品の売上高は飛躍的に増大した。さらに西アフリカのココア農場と厚生貿易の理念に基づく取引を実現し、ガーナのニューコフォリディアと 姉妹都市関係を結ぶまでになった。ガースタンでの活動が評判になったので、これに続く都市を増やすため、英国フェアトレード財団は、フェアトレードタウンと認められるための基準と活動ガイドラインを作成した。これにより、2001年から2006年の間に、イギリスでフェアトレード財団からフェアトレードタウンの認証を受けた町は、209に上った。 さらに英国フェアトレード財団が推進したフェアトレードタウン運動の成功を広げるため欧州委員会の分解が資金を提供しヨーロッパ各地のフェアトレードタウン運動をまとめるためのヨーロッパフェアトレードタウンズと呼ばれる団体が作られた2006年11月ロンドンのソースバンク大学で初めてのヨーロッパフェアトレードタウンズ会議が開催された会議では次の決議がなされた この第1回会議は成功を収め2008年1月にはベルギーのブリュッセルで第2回会議が開催されている2008年1月現在フェアトレードタウンを有する国はスウェーデン、スペイン、ノルウェー、イタリア、アイルランド、フランス、フィンランド、カナダ、ベルギー、オーストリア、オランダ、イギリス、アメリカ合衆国である二千十一年六月には 熊本市が日本は元よりアジアで初めて認定された。2015年9月には名古屋市が認定を受けた。日本では熊本、名古屋のほか札幌、逗子、宇都宮、市宮などでフェアトレードタウンを目指す市民活動が行われている。2017年12月には台北市が認定された。正式なガイドラインは 国際フローに加盟しているいくつかのフェアトレードタウン、認証団体の話し合いで決定されたものである。ある町がフェアトレードを実施していると認められるためには、次の5つの基準を満たさなければならない。2002年、イギリスのウェールズでは、ウェールズを丸ごと世界初のフェアトレードカントリーとするため、いくつかの非政府組織とフェアトレード運動家を集めて、ウェールズフェアトレードフォーラムが開催された。 そこで合意された基本的に。2005年にはウェールズ議会政府が支持を表明し、2006年にはスコットランドやウェールズのフェアトレード団体の同意を得た、フェアトレードカントリー基準が作成された。現在もフェアトレード製品の利用を促進するため、スコットランドやウェールズの各地でフェアトレード団体の活動促進が継続している。 詳細は fairtradewales.com のウェブサイトを参照。その概要はありがとうございます。